1991年6月6日、モスクワ、チェルノートン研究所、謎の大爆発。当時、密かに開発中であった細菌兵器、ルシファーアルファが大気中に漏れるバイオハザードが発生。上昇気流に乗ったルシファーアルファは、東欧諸国、ユーラシア大陸の約 80% を壊滅。この時、世界の半分が死滅した。この史上最大のバイオハザードは後に大惨事と言われる。しかしこの時半世紀後に恐るべき真のバイオハザードが来るであろうことを誰が想像したであろうか。50年後、人類は異常な危機に直面している。謎の生命体バイオロイドの出現である。国籍、目的、正体不明、王国の新兵器か、外界からの侵略者か。彼らは冬になると現れ、人を殺害、密かに本人とすり替わり社会に浸透していく。人工の皮膚をまとい、汗をかき、血を流すこともでき、極めて有機的かつ無機体そのもの。オリジナルとの見分けはほとんどつかない。彼らは人の体を奪い、すり替わることからスナッチャーと呼ばれた。領土より第17次シベリア探索隊によって保護され、現在まで記憶喪失中。
以前の記憶は深い謎に包まれている。妻のジェニーとは2年前より別居中。軍での長期特殊訓練を経て本日よりジャンカーとしてネオコーデシティに配属される。